どうですか石井さん今現在460キロで販路が今週4回57ぐらいのところまでちょっと時計詰めて販路の本数も増やして母・父のメジャーがちょろちょろ顔を出し始めてる<あ>感じはあるかなっていうのはうで,でも販路の背中めちゃくちゃいい本当にえ<ー>、うん、いい走りするわっていう手応えもいいしやっぱ気がいいから行き出したら結構グッとはみかんで。 けどまあコントロールできないっていうレベルじゃないしそ,その中で走りは、うん、抜群背中は本うんといい、まあ、あとはやっぱ、ね、そういう下普通に歩いてる時とかやっぱなんかあるとギュッっていう動きがあるからそこの時にやっぱその口の硬さとか出ておっっていう時があるからだいぶちょっとコントロール効くようになってきたけど。 関路行き始めの時、本当に操作不能くらいまでっかって行こうとするところあってまあだいぶコントロール効くようになってきたからいやでもやっぱそういう一瞬のスピードっていうかかなりいいものを持ってそうな感じがあるからうか、うん、これは来るんじゃないかなってい <laughs> うん、独特な感じですか動きとか背中の背中の動き、うん、そうだね本当飛び大きいし、背中の柔らかさが すごい感じられる、うん、レイディオーロで金髪入ってて硬ささ出るかなと思ったけどそんな硬さは感じないあ生産牧場さんも柔らかさがあると言ってたんですよ、ねうんうん、そけだねあとはほんとにどこまで我慢してやっていけるかっていうところが、うん、これから力どんどんついてきてちょっとその前にコントロールっていうのをしっかりしとかないと持ってるものは。 抜群だと思う、うん